選手本人は禁止薬物やサプリメントを摂取した記憶はなく、思い当たる節もないということでございまして、私自身、斉藤慶選手に何回か会いましたが、大変驚いておりました。受け入れる他に選択肢がなく、苦渋の選択でありました。